今回は、咲義和の優雅なる生活、ブルー ROSE を紹介します。咲義和、通称 D ・潤沢な個人資産を有し、やりたいことをあらかたやり尽くしてしまった男は、みそじを目前にして、いまだかつてない多忙ではない日々を過ごしていた。ギーと匠の物語、新たなる船で正直、 クラシックや楽器に全く興味のない人には退屈だろうなぁというくだりがあるもののクラシック好き楽器に興味ありな自分にはへえ、ほうな感じで楽しく読めました。みそじ手前という大人として非常に微妙な年代を過ごす二人の高校時代と似て非なる様は二人が 主にギーが諦めずに積み重ねてきた時間を感じることができたように思いました人によって感想はさまざまでしょうし帯のイラストは正直「え?」でしたが一度は引き離された二人が匠の決意の一歩により再会へとつながり再び二人の新たな時間を積み重ねていくであろう姿を垣間見ることができたのは 長年にわたり匠くんシリーズを書き続け本題ならとうに終わらせていたはずの二人の物語に一応の道筋を示してくれたことを先生の思いやってこそだと私は思いますステーションではぼやかされてしまったギーの音信不通の理由に関しても解明されましたしね読まずに決別するにはもったいない一作だと私は思います以上 興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。